ーナーの話によると、ファデュイが止まってから問題がいろいろあったらしい。雷系術師の雷系が静電気のせいで灰を吸い寄せてたくさん死んだとか。デイワット大陸の昼夜はどちらも短いような気がする。ここの夜空にも星がいっぱいあるけど、故郷で見た星とは違う。デイワットの人々の運命、モンドを守る、それはグンヒルド家の家訓だ。神の目を使うたびに、私は母上様、そしてモンドの人々の期待を思い出す。誕生日おめでとう。ほら、これあげる。私が作った特製ウサギ伯爵だよ。安心して、特製なんだから。爆発なんかしないよ。図書館の上階にある錬金工房は好きに使っていいわよ。でも入る前にノックするのは忘れないでね。見てはいけないものを目にしてしまったら面倒よ。うん、そうだな。例を挙げよう。視線を導く器官が目なら、元素の力を導く器官が神の目だ。簡単だろ？力が強くなった。だがまだ足りない。これだけでは力の探求に過ぎない。黎明が訪れる前に、暗闇を照らす人が必要なんだ。私の願いは、周りの人たちに笑顔を届けることだよ。役に立てるだけで嬉しいんだ。うん、うん、なるほど。勇者が王子様を救い出したら、真っ先に大陸中にこの歌を広めるんだ。ダメ、まだ9時だよ。今日は絶対サーカス団のミッドナイト公演が終わるまで帰らないもん。クレイの仲間なんでしょ。俺、鉄の爪と雷の牙ある。お前を守る。お前の匂い、いい匂い。一緒に狩りをしよう。ダメだ、ベニー冒険団はとっくに満員だぞ。他にもいい人材がたくさんいるのに、疫病神の俺に声をかけなくてもいいだろ。私はノエル、セピロス騎士団のメイドです。今日から一緒に冒険させていただきます。何かお困りごとや悩みごとがありましたら、全力で解決しますのでご心配なく。初対面の人に迷惑をかけちゃいけないもの。でも、もしできることなら、旅の面白いエピソードを教えてもらえると、嬉しいかな。私は、夕夜浄土の主、断罪の公女、フィッシュル。この世の罪を断ち切り、真実をすべて明らかにするものよ。占星術師の仕事は、悩める人々にその運命を正確に示すことです。これまでずっとそうしてきましたけど、運命を受け入れられなかった者もいました。私は七星の天珠園行幸。ねえ、取引しない？あなたが私の護衛になる代わりに、私がリーウェで頭角を表すコツを教えてあげる。好きな食べ物か。それはもちろん、まだ知らない味の新料理だよ。あれ、こういう答えってずるい？本当のことなのに。趣味ね。そうだな、冒険と、そうだと、友人を作ることと、酒と、美食。ちぃ、片手じゃ足りないな。僕は行く秋、ただの読書好きだ。ふつつか者だが、君のために尽力するよ。せっかくこういうセリフを言えるんだ。リーウェに怪談話はたくさんあるが、その全てが本物というわけではない。異様とも思える内容の依頼でも、その実怪異とは無関係ということもある。王難、俗難、家難、水難、羅刹難、抱きに来難、毒薬難の際は我が名を呼びたまえ。三眼五剣仙人将、召喚に応じ参上。ココナッツミルクが好き。でも、味はわからない。ナナ。キョンシーだ。ん？あとなんだっけ？
自分が正しいと思ったことなら、声を大にして思い切りやるの。これが私が今まで貫いてきた人生の理念よ。俺はファデュイ執行官第11位、公使タルタリアだ。そして君は、争いを招くものだね。実に愉快だ。きっと相性がいいと思うよ。規則がなければ、縁をなすことはできない。常人でも仙人でも、それぞれの役割を果たすことで、リーウェの平和が保たれる。仙の権力には、仙の責任が伴う。古今を見渡す視野があるのに、自身の生活を諦めざるを得なかった帝君こそが。少ない理由だ。迎えに座るがいい。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。おい、どうすればまずいお酒を作れるのかな。期待してたあの悪夢のような配合、醤油牛乳絶雲の唐辛子とタンポポの種の特製ドリンクでも。あたいのステージを見に来たのか。じゃあもっと前に来い。前の方がもっと盛り上がるぞ。そんじゃリーウェ校でここしかない限定ライブ始めるぞ。国土は錬金術の語源でもあり、最初の状態のことだよ。この世界に生きてる限り、僕たちは存在する意味を探さないといけない。私に何か用かな。あれ、知らなかった？私が王城堂77代目道主フータオだよ。あ、でもあなた艶のある髪に健康そうな体してる。そこの信徒、何か困っていることがあれば私を頼るといいわ。祈祷がしたいだけなら他のシスターに。ん？信徒じゃない？ああ、少し眠いな。よし、討論でもして目を覚まそう。議題は、北国銀行の開設によってリーウェ経済への影響は利と害どちらが大きいか。手作りのお菓子を作るのが好きよ。と言っても甘いものじゃなくて、トマトアスピック入りエッグロールを冷やしたものね。冷えたラズベリーのミントカクテルにとても合うの。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりは、もうこの刀のみでござる。感謝いたします。あなたとの手合わせから、いろいろなものが学べました。剣術においても、さらに上達することができると思います。長野原へよう来てくれたな。うちは宵宮、何でも言うてや。ん？串カツの盛り合わせと卵焼き？節は週末版に所属しているが、与えられた仕事は、情報収集だの、盗みだのといった細かいことばかり。あら、雷が怖いのですか？この世で唯一無二の高貴なるものであり、最も恐ろしい雷帝の化身があなたのそばにいるというのに。お前ならとっくに知っていると思っていたが、将軍様を補佐し、永遠を実現することだ。ん？自分自身のための願いだと？そんなものは考えたことがない。好きなことですか？一日中、誰にも邪魔されないような静かな場所で、幣額の本を読みたいですね。私と一緒に幣額を研究したければ、ぜひ歓迎しますよ。俺の長年にわたる人付き合いの経験によれば、モンド人よりも稲妻人の方が礼儀に対して気を配っている。常に礼儀正しい態度を保てば、物事も一段とうまく運ぶようになる。お前が知ってる遊びも知らない遊びも俺様は全部できるぜ。どうだ、何で勝負する？全戦全敗の準備でもしておけよ。夜になっても警戒を怠ってはならない。目をよく暗闇に慣らすんだ。暗くて明かりのない場所は戦場になる可能性がある。近頃こもって修行する時間は減ったが、なぜか成果は出ている。おそらく主と共にいるからこそなせたことなのだろう。
今日は劇用当色をかぶる必要も、舞台化粧をする必要もありません。のんびりとした一日です。今宵の月はなんと明るいことか。このまま何もせぬのは実に惜しい。わらわと一緒に月の下を歩かぬか？嫌とは言わせぬぞ。あらゆるものには対価が存在します。通常では手の届かないものを求めるのであれば、常人の想像を超える対価を払わなければなりません。荒滝派の解散？まずそのようなことは起こらない。次に万が一そうなったとしても、私が心配する必要はないんだ。真実の追求。言葉では簡単に聞こえるけど、実際は手がかりに長く食らいつく気力と、基地に深く入り込む実力が必要よ。逃げようとする犯人を優れた頭脳で捕まえる。それが探偵の仕事だ。だから、真の探偵は武力を行使する必要なんて全くないんだよ。森を旅するお前の安全を保証する。やっとこの決め台詞を言える時が来た。私、読み間違えてないよな。こんにちは。アビディアの森所属のレンジャー長、ティナリだ。ウリンの生態系や入林者の安全を守るのが仕事さ。商品の値段を3割増しにし、そこから2割引きして売れば、私が儲かるだけでなく、お客様も得をいたしますの。ほほー。どんな方法や手段を使っても、私は大切なものを守り抜きたい。時に、それが贅沢な望みだとしても。俺はセノ。かつてのダイマハマトラだ。今は己の力で悪しき罪を裁いている。もし、お前も規則と正義を求める心を持つならば、助けになろう。こんにちは。私はズバイルシアター所属のニーロ。今日の演目はダンスだよ。見逃さないでね。さあ、始まるよ。何か光ってる？寝るとき、明かりを消すのを忘れたのかな。彼の話すジョークは奥が深くて、なかなか面白いわ。え？意味のわからなかったものがある？なら、私が解説してあげるわ。ほほー、頑張っておるようじゃな。安心せい。教え導き、守ってやるのが先輩の義務じゃ。お前を窮地に立たせはせん。あんなのは適当でいいのさ。自分のものでもないものに執着するのは時間の無駄だし、今はもっと大事なことがあるからね。この世には人の目を引くものが数多くある。だが、自分の目を過度に信じるべきじゃない。見えるものが真実だというのなら、人は考える必要すらなくなるはずだからな。ほら、もう起きる時間ですよ。朝食もうできてるから、急いで。二度寝したいの？先ほど、なぜ、昔のように我に守れと命令しなかった。こんな無様な姿を、人間のルピカに見せるとは。しかしアビスの使徒。私を突き動かす理由は、死をもたらすことではなく、命を救うこと。だからこそ、私はお前と一緒にここにいるんだ。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。この天理の調停者が、ここで人の子のおごりに終焉へ。他の名でお嬢様を呼ぶ人はいますが、私にとって命と力をくれた方は、フィッシュル様のみです。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。旅人さんとパイモンさん、それに国生さんもごきげんよう。祭りの時期になると福袋にある胃腸薬がすぐに売り切れてしまいます。もうすぐ回答祭ですので。そのくだらない本を読んでないで、早く院内で何が起こったか話せ。どうせ食券を使って手に入れたものだろ。くだらん。それよりも、今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞ。
だ最高のリンゴ酒はこの湖の甘い水を使ってるんだ。この湖の水って本当に美味しいんだぞ。オイラなんて1秒で2瓶飲める。